この人たち何もなかったらもう先行こう。びっくりだね、例のパロロっていう子供、人がいようがいまいがいたずらしていっちまうんだから。うん、全くお見事。なんだか腹が立つより感心してしまうよ。あ、そう、それぐらいか。あ、これはいらないです。あ、これはひどい。これか、パロロがやったのか。よし、じゃあパロロのとこ行くか。さあ、話を進めます。サカ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 、誰もいない。おかしいな。うん、確かにこの家に入っていったはずだ。確かに、いた。兄ちゃん、この家に何の用だい？ここは神出鬼没の大泥んこ、パロロ三世様の縄張りだぜ。縄張りだぜ。おっと、ちょうどよかった。うん、お前を探してたんだよ。そうなんだよ。俺を？なんだ兄ちゃん。まあそういうことだ。もしかして俺の子分になりたいのか？悪いけど違う。実は訳あって、漁師の館にこっそり潜り込みたいんだ。お前、あそこに忍び込んだんだろう。どうやって入ったのか。そんな態度じゃ教えてやれないなって言われない？漁師の館か。何か物と物とさ、こうトレードじゃない？ま、教えてやらないこともないけど。あ、教えてくれんの？なんであんなとこに潜り込みたいんだ。なんでって、それはもちろん。最終的にはこっちなんだけど、今これかな、シェラ。その子に惚れてるな。もうそういう話大好きなんだな。勝手に俺の口使って、お前の好きなように。今そういうことだったんだ。まったく。オッケー、いいよ。教えてくれるらしい。そういう話、俺弱いんだ。でもただじゃ嫌だぜ。やっぱり。悪いが急いでるんだ。お前の遊びに付き合ってる暇はない。何を渡せばいい？教えてくれ。持ってるやつだったらいいな。そういうわけにはいかない、ね。手持ちの中から何か。お花？石？ああ、それが掟だからな。お宝何？お宝を持ってこなきゃ教えてやらないよ。ああ、何だったらいい？お宝？そう、七色蜘蛛の糸。七色蜘蛛の糸。今集めてるんだ。じゃあ何か戦ってこなきゃダメか？はあ？蜘蛛の糸だって。うん、なんかそれ。蜘蛛か。すっごいお宝なんだぜ。四つも持ってるのは多分俺くらいだな。四つも持ってるの？じゃあいいじゃんもう。そうかい、そうかい、わかったよ。持ってくれ。今の点々点は何だったんだろう。面倒なことになったぜ。で、その蜘蛛の糸ってのはどこで探せばいいんだ。ほら今一人だからさ、私ちょっと簡単なとこにして。お、やる気になったね兄ちゃん。だってそうしないと話進まないもん。そうだな、草むらとか河原とか。そうなんだ。そういうところにすごく時たま落ちてるな。すごく時たま。町の外にある川に行ってみなよ。川、運が良ければ見つかるかもね。やっぱじゃあなんかマグナス開けないとな。運が良ければか、仕方ねえな。さっさと見つけてくるか。俺は秘密のアジトに帰ってるからな。どこだよ。見つけたらそこに持ってくるんだぜ。どこ、秘密のアジト。祈りの子分には言っとくからさ。じゃあ頑張んなよ兄ちゃん。あそこの子供がいたとこかな。ここかな、見張りの子分って。こいつ？あ、そう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 。だって乱暴そうであまり賢くなさそうな人だってパロロ兄ちゃんが言ってたから。友達ならこ帰っていいよ。はい、どうぞ。あんのガキなんて説明してんだ。町の外の川とか言ってたよね。だからあのやっぱダンジョン戻った方がいいんだね。ちょっと一回、あらここにさ、いない？腕輪の子ピルル。あら、私じゃなくてパロロに用があるんでしょ。パロロは向こうよ。それとも私の豊富な経験から来るアドバイスでも聞きたいのかしら。聞かせてくれ。うわ、すごいある。あー、ちょっと聞いてっていい？これ精霊数の選択方法、戦闘でマグナスを決定するときどういう風にしてる。もうすごい一生懸命さ、左右押してるよ。うん、まだ A ボタンに頼ってるの？それってダメダメじゃない？マジで教えて。どうすればいいの？2はね、R スティックを精霊数の方向にちょいって倒すのよ。R スティックって右ってことだよね。
マジで、左右じゃないの？だってさ、だって R スティックだから A ボタンと同じ指で操作するから私、左右ボタンの方がいいんだけど。あー、例えば右上の精霊数を選ぶときは右上に倒すの？私精霊数が左下についてるのを見たことあるんだ。すごいでしょ。左下についてるのもあんの？その場合の精霊数の選択の仕方は、ああもう説明するの飽きちゃった。左下を押すんだ。選択っていうのがあるんだ。防御その3。防御って重要よね。うまくマグナスを選べないとたちまちピンチになっちゃう。そうなのよ。特に1枚目の防御マグナスを選ぶときが難しくてあたふたしちゃうのよね。そんな時は攻撃ターンの最後にカーソルを防御に、防御に合わせておくといいわよ。賢。突然敵から攻撃された時に慌てずに済むもの。明日の準備は前の日の夜にって済ましておくって学校で習わなかったの。賢いね。素早い味方選択。R ボタンの法則を教えちゃう。回復させる味方を素早く決めるのに R ボタンを何回押せばいいか迷ったことはない。まださ、ほら、最大で2人しか仲間になってないから分かんないんだよ。実は簡単で、1回押せば1人目、2回押せば2人目、3回押せば3人目って感じ。前回のカーソルの位置とか全然関係なくて、一度的にターゲットが映ればまた同じように。1回押せば1人目、2回押せば、もう説明するの飽きちゃった。デジタルのおすすめ。何でもかんでもアナログの方が優れてると思ってない？偏見を持たないでいいものはいいって言える勇気が必要だと思うわよ。とりあえず騙されたと思って方向ボタンでやってみて。どういうこと？私がやってることってこと？時間計画による、マグナス変化、気づいてるかもしれないけど、マグナスの中には時間が経つと違うものに変化しちゃうものが結構あるのよ。クエストマグナスなんかもたまにチェックしてみるとびっくりすることがあるかも。スペシャルコンボ。スペシャルコンボって知ってる？何がスペシャルかっていうと、戦闘が終了した時にマグナスがゲットできちゃうわけ。ねえ、かなりスペシャルでしょ。見つけるのはかなり難しいと思うけど、でもやり方はすごく簡単。戦闘中に特定の順番でマグナスを使うだけ。さっきのさ、あの必殺技みたいのかな。でもどのマグナスをどの順番で使うのかを見つけるのが難しいんだ。たまに順番は関係ないスペシャルコンボもあるけど、大体は想定されている順番通りにマグナスを使わないとスペシャルにならないわけ。厳しい。例えば木に続いて火属性の攻撃なんかしたら炭がゲットできるはずよ。今度試してみて。なるほど。松持ってるもんね。なるほど、やってみよう。スペシャルコンボのヒント。マグナスの説明文ってちゃんと読んでる？いらないような知識だとかうんちくがいろいろと書かれているけど、よく読むとスペシャルコンボのヒントが散りばめられているわよ。たまにはじっくりと読んでみて。わかりました。ちょっと言われてすぐにやってみよう。なんかさっきのあれ何だったんだろう。これがさ、多分変化したんだよね。マグナスガイ違うのかな。コレクションで見てみればいいのかな。まだゼロだもんね。だからないよね。さっきの何だったんだろう。マジでここで見れるかな。これがさ、なんか変化したんだよね。これが、これ何だったの。精霊の力が起こす時属性の奇跡。浮かび上がった魔法陣の中だけ穏やかな時間の渦に包まれて、敵の時間を止めるが、時が再び動き出すことで魂は苦痛に歪む。なんだろう。これわかんないや。あのミーマイかな。なんだろう、全然わかんないや。松入れとこう、後で。ここから大通りに出てすぐ右の家で一仕事したんだ。あれは今までの仕事でもピカイチだよ。あの落書きしたやつ。さすが親分だ、見事な手際だよ。へへ、あそこのおばさんもきっと腰抜かしてるって。キュイキュイキュイよ。どう、七色グマの糸は見つかった？持ってこなくちゃ秘密は教えられないよ。草むら、河原、そんなところを探してみるんだね。やっぱあのダンジョンかな。水キュイキュイ。ほとんど枯れてしまっている。なるほど。ちょっと松入れとこう。
河原とか草むらとかって言ってたな。ちょっとじゃあ北から行ってみる？河原かなこれ。歯ごたえはありそうだ。な眠くて死にそうだ。歯ごたえはありそうだ。そっか、防具に合わせておけちゃう。あ、間違えた間違えた。痛い、痛いです。はい、はい。いくぜ、いくぜ。1、7、8。トライ。セーランとは関係なかったのか、さっきのは。いい勝負だぜ。よかったぜ。こういう、この辺に、これ、まあ、瓦っつったら瓦だけど、あんた知ってるなんか。これはもういいや、聞いたから。あ、澄んだ水か。あ、澄んだ水ここでも取れたんだ。いらないわ。ちょっと待ってね。私さ、今一体マグナスどんだけ持ってんだろう。やっぱあるよね。あ、チーズになった。あー、なるほどなるほど。花かな。花はあそこでまた取れるもんな、すぐ。ここはないもんね。川じゃない？草むら？あ、あそこに雲がいる。あそこに雲がいます。負ける気がしない。強いかな、雲。あ、そうだ、ボクダメだ、防具に合わせなきゃ。はあ、あそこにあるのかな。ちょっと行ってみよう。強かったらやだけど。運が悪かったな。行くぜ。そういえば、なあ、待って、ここしよう。どうなるか。させるかよ、させるかよ。ああ、もうない。3匹もいたんだもんね。3個参ったな、遊びに行かないぜ。えっ、ちょ、あ、もうダメ。ないないない、痛い痛い痛い。あ、間違えた。バカバカ。まだまだずっと下手だな。もうだ。あれ、さっき松をさ焼いて焼けたような気がするんだけど、まだだ。なんか竹のことしかね。よかった、自分には写真を撮れない。待って、なんもないんだけど。ひどいんだけど、これ。自分のこと写真撮ったのかな、これ。ちょっと全然なんもないんだけど。あ、なんか出た。あ、これなんで出るんだろう。範囲攻撃ならいいのにな。なんか、もう。松の木。運が悪かったな。はい。下行けないんだっけ。どうやって行ったっけ、あそこ。下って行けないんだっけ。あ、行ける行ける行ける。はい。強いかな。眠くて死にそうだ。あら、倒した。早い。大したことなかったな。蜘蛛の糸手に入れた。え、あら、やったやった。なんか一撃だったな。たまたま属性が良かったのかな。あとちょっと私強くなりすぎちゃったのかしら。まあ、帰りましょう。サカ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 。さあ、楽しませてくれよ。被写体に問題ありだろう。あ、ダメだ。やっぱ左右はこれでやんないとダメだよ。なにこれ。我は光、我が力に闇退かん。セルフジャスザシャイン。なんだなんだ、まあ、こんなもんだろ。なんかいろんなものが出る。
とりあえずでもゲットはできた。ちょっとさ、一旦セーブしたいかな。セーブして包まれとこうか。花にでもまだレベル上がってないかな。でもさっきさ雲倒したからレベル上がるんじゃない。上がった6。クラスアップはしないのか。なかなかデッキの数が増えないな。そうだ、さっきさなんかもらったやつ入れとこうかな。これこれ、デュエルソードめちゃめちゃ強いじゃん。これにしよう。3、7、3ってあんまりないから3は抜いとこうとか。うん、これでいいや。旅を記録する。はい、ちょっと一旦行ってこようかな。そんなにまだないかな。とかもっていいのかな。でも増えるかもしんないしな今後。よし、じゃあ行くぜ。え、持ってきたよ。お、これこれ、やるじゃないか。でしょ。なんで？よくはね、パロロ。そりゃないよ。ああ、女子には弱いのか。約束は果たしたぜ。うん、教えてくれ。館へ入る方法を教えてもらおうか。頼む。わかったよ。約束だからな。うん。この井戸さ。あ、そうなんだ。枯れてるって言ってたもんね。うん。それが館まで続いてるんだ。はいはい。穴は深くないし。水はもう枯れちゃってるから大したことないよ。うん、館の中でちょっと濡れるけど。まあそれはいいよ別に。なるほどね。うん、よしじゃあ行こう。ちょっとシェラちゃんも早く仲間にしたい。また一人は寂しいよ。俺はオードロンコだからな。うん、そういうのは朝飯前さ。そっかそっか。それより急いでる。急いでるんだろ。めっちゃ急いでる。準備があるならさっさと済ませてきなよ。いやもういい。ここで待ってるからさ。ああ、わかった。もういいよ。もういいよ、私セーブもしたし。そんじゃ兄ちゃん。うん、行ってみる。行きましょう。よし、行こう。気をつけて行きなよ兄ちゃん。ありがとう。あそこの館には怖いおっさんがいっぱいいるからな。あ、そう。やだ。見つかるようなヘマすんなよ。スニーキングミッションとか嫌なんだけど。ああ、わかってる。じゃあな、ありがとうよ、パロロ。うん、全部正面突破で行こう。割と強くなったと思うから。レベル6になったから。ん？ねえねえパロロ、よく見たらこの糸って何の雲のじゃないよ。知ってるよ、この時期にこんな。あ、あそこのあの雲なんだったの。じゃあ、じゃあ知ってて抜け道を教えてあげたのね。おー、イケメン。そういうこと。あ、こいつはいいやつだ。まったく見どころがある。人よしなんだな。うん、え、なんだったのじゃあの雲は。漁師の館。犬みたい。ふう。よし、頑張って行くよ。やつはやはりあの船の中か。うん、となると館のてっぺんだな。ジャコモも気になるけど、シェラちゃんよ。シェラちゃん、シェラは？シェラの剣は後回し。まあわかるよ、お父さんと弟の件はね、わかるけど、シェラちゃんいた方がいいって。マジで。これこっちもあるし上もあるね。ちょ下行ってみよう。
あ、おいおい、アライソ、外には帝国兵がいるんだぞ。ここからは出られないぜ。上行けってことか。この手前だけついてない、ついてないわけじゃないのか。ここか、明かり。もう2箇所についてるんだ。うん、いらんかな。ここで火が取れるってことだけ覚えとこう。へい。カールイズ。うなる剣よ、疾風の牙となれ。飛剣、セーラン。さてと。はい。あ、これも結構強いやつだな。へい。歯応えはありそうだな。剣よ、疾風となれ。飛剣、セーラン。させるかよ。せっ。俺に勝てるなんて思うなよ。せい。もらった。せい。させるかよ。痛いな。行くぜ、行くぜ。痛い痛い痛い。勝負だったぜ。はい、あっちもちょっとやっといて、ここ入れるのかな、部屋に。行くぜ。参ったな、遊びにもならないぜ。楽勝だったな。お、卵ボール、入れる、はい、入れ。おい、誰かいるのかい？帝国の人かい？頼む、開けてくれ。オイラを出してくれよ。ち、開かないな。扉の鍵が必要ってことか。あ、ここは、開いた。あ、なんか猫みたい、猫じゃない、猿みたいのいる。あら、あなた、この館の人間じゃないわね。帝国の人でもなさそう。もしかして、あの客室の女の子の知り合い？ははーん、助けに来たのね。だったら、いいこと教えてあげる。彼女が捕まっている部屋の扉には鍵がかかっているわ。鍵はいつも領主様が持っていらっしゃるから、領主様のお部屋に行けばあると思うわ。あんな可愛い女の子を閉じ込めるなんて何を考えているのかしら。きっと助けてあげてね。ありがとう、いい情報を。上目ザル、キーキキキキキキキ。バナナやったら仲間になるんじゃない。何これ、危険。影バネ、 A 派、 A うちょっと被験影バネ、私のやつかな、やっぱり。ああ、私のやつだ。よしよしよし。これがやっぱちょっと弱いから、これを抜いて。これ入れて。青竹がある。あ、もしかしてなんかで手に入れたんだな。すごいな、これめっちゃ強いじゃん。でこれさ、ちょっとさ、この強い方に入れ替えよう。この2のやつちょっと取ってこれと、あー結構あるな。11にしようか。じゃあよし、だいぶ強くなりましたよ。うん、部屋に、あ、ちょっと待ってね。なんかさ、ここら辺、あ、なんかある。花どう、綺麗に咲いているでしょ。全部私が面倒見てるんだから。花が好きな人なの？少しだけなら持って行ってもいいわよ。うん、でもいい、持ってるから。これは何？ロドルフォの趣味だろうか。世話の行き届いた水草が使っている。古くなった水、いらなくない？
へえ、なんかいろいろ取れるね。あとはないか。これもお花だよね。全くこの館って客室が多すぎるのよ。そんなに客なんて来ないのに。掃除する方も大変なんだから。え、まだその花が欲しいの？いいわよ、持って行って、うん、いいわ。そんなにはいいわ。あなたっていろいろと興味持つのねその水草は楽でいいわ。古い水じゃないとダメな草なの。館の主人は知らないんだけどね。へえ、なんかあんのかなこれ。まあいっか、また来ればいいよね。まあ来れるのか知らんけど。枕とかね、ないか。ここは高そうなステンドグラスだ。ありがとう、ありがとう。え、もしかしてシェラーここにいるんだ。あ、でも領主様とか行かないと鍵がないんだよね。この声シェラーか、中にいるのか。ち、扉に鍵がかかってやがる。当たり前か。とりあえずこの扉の鍵を探さないとな。ここは、あ、ここは開いてる。あー、人がいた。うなる剣よ、疾風の牙となれ。危険せいだ。うん、これさっきのだ。影バネ。あー強い、かっこよ。楽勝だったな。青いバナナ。ここも同じかな。花だよね。いらないいらない。かなり磨き込まれた机がある。メイドが真面目なのか主人が厳格なのかはわからない。わあ、やった。え、さっきのとこもそうだったのかな。 いけなかったように思うんだけどな。ちょっともう一回行ってみよう。さっきのとこも行けなかったように気がすんのよ。あ、行けた行けた。その引き出しも私が毎日掃除しているの。埃一つないでしょ。あ、触らないでね。手跡が残るとまた拭き取らなきゃいけないから。あ、そっか。で、さっきのとこは触れたから手に入れられたのか。左右にあるんだけど、こっち側にシェラがいたからこっちかなって気がするから、こっち行ってみよう。へい。さあ、楽しませてくれよ。4。後悔するんだな。危険かけばね。楽勝。わあ、シェラのものも手に入るようになってきたな。あ、宝箱あり。チェインメール、チェインメールをじゃあ入れとくか。668。チェインメールどれだ？あ、これだ。次か。ここもしかして領主の部屋か？あ、鍵あった。鍵あった。見るからに鍵。おい。え、マジで？え、そんなとこで気づかれるでしょ。連中、あ、気づかれない。お目当てのものはどうにか手に入れることができたらしい、うん、ほっとしたよ。連中がしくじったなんてことにでもなっていたら、それこそこちらがどんなとばっちりを食っていたことか、うん、誠にその通りで、うん、それでロドルフ、こいつか。ロドルフ、あの娘はいかがいたしましょう。処理は任せ、好きにしろ。やめて。なんかちょんまげみたいなヘアスタイルだ、ね、いい気なもんだ。ジャコモと言ったか、たかだか兵隊の分際でこの私に指図する気か。あの娘、どうやら連中から何かしら盗み出していたらしい な。バカな娘だ。帝国相手にそんな真似をしてただで済むと思っていたのか。皇帝の怒りに触れただけで
組が飛んでもおかしくないのだぞ、うん、どんな宝を夢見ていたのか知らないが。しかし別に森から莫大なお宝を掘り出してきたという様子でもありませんでしたな、うん、帝国の客人たちは宝でないとするとがあってほしい。わざわざ事前に調査隊までよこして、連中は月魂の森で何を、うん、何も起こらなければよいのですが、あの森は昔からいろいろとそのもう何度も言ったな、月魂の森がありますからな。この家来の後ろ頭がすごい刈り上げられてる。例の古い言い伝えか、呪われた魔物が封じられているとかいう。くだらん。連中が何をやろうとしているのかなどわしは知らんよ、うん、お前も下手なことには首を突っ込まぬ方が身のためだぞ。あの娘のようになりたくなければな。これ雲か、すごい霧が今は入ってきてんだね。ああ、シェラー、二つもある宝箱が室に閉じ込めてあります。連中にかなり痛めつけられた。かわいそう、やめて。明日にでも始末してしまえ。やめてやめて。ちょっとほら、エロい目的ででもいいから生き残らせてあげな。今度のことはさっさと終わらせて、すべて忘れてしまうのが一番。承知いたしました。ゴルドバは間もなく出航する、うん。少数の帝国兵が駐留するらしいが、それもわずかな間だろう、うん。これでまた以前と変わらぬ暮らしに戻れるよ。こちらに火の粉が降りかからなかっただけまだマシだったろ。おっと、そろそろ時間か。ゴルドバを見送りに行かねばな。よし、今のうちに宝箱を回収してシェラを回収しよう。せいぜい名残を惜しんでやろうではないか。全然気づかれなかったね、まさかの。ゴルドバってのはあの戦艦のことだな、うん、どうやらもうすぐ動き出すよな、うん、あまり時間がないな、うん、カウントダウン始まらないでよ。シェラを探しは当たり前だろ。わかった、うん、先にシェラを探そう。当たり前だろうが。ジャコモの件は後回しだ。ほっといたら、まあ、何考えてんの。やばいことになりそうだしな。うん、本当だよ。行こうぜ。お前最初は見捨てようとしてただろうが。みんな風呂。でもカウントダウンとか始まんないから、もうちょっと探索させて。なんもないな。なんもないじゃない。客室よりなんもないじゃない、ここ。なんもないな。なんもない。なんもないです。はい、行きましょう。あの客室さ、ま、もちろんまずシェラーの方開けるんだけど、あの男の方も気になるんだよな。ここ開けてなくなるってことないよね。あ、いたいた。これ腕輪つけてない。アルジーモだ、アルジーモだー。ケバルライから買い出しで来ててね、羽を伸ばそうとギャンブルに手を出したらこれが大負けでね、そんなには払えねえって言ったら強そうなのがゾロゾロ出てきてさ、こんなところに入れられたってわけ。いや参った参った。でもよ、今回は大負けしちゃったけど次はきっと勝ってみせるさ。うわ、ダメなやつが言うやつ。そういえば奥さんから何か預かってたな。何だったっけ。洗いそ、ペンダント、そうそう、これだそれだ。おっさん、これ奥さんから預かってきてるぜ。これはメイニーの。あんた女房に会ったのかい。そうか、早く家に帰れって。オイラ何してたんだろう。目が覚めたか。ありがとうよあんた。オイラ村へ戻るよ。これはお礼だ。何かの役に立つかもしれない。持って行ってくれよ。ボイス2! ボイス2来た。ありがとう。ありがとう。よくわかんないけど、ボイス2来たわ。ミンクのコート、やっぱりなんかあったね。よし。ちょっとシェラ助けるから待っててくれ。シェラー、さあ。はい、使いましょう。使わなくていいわね、意味がわかんないんだけど。シェラー。ああ、よかった、シェラー。キューイー。ああ、シェラー。おい、シェラー。大丈夫か。大丈夫か。カラス来たよ。こいつ本当は行かないつもりだったんだぜ、マジで。待ってろ、今外してやる。大丈夫か。うん、一
痛いのか、怪我してんのか。少し待って、うん、かわいそうに。ミーはあなたも一緒だったのね。ありがとう、心配しないで。あ、羽が生えてきた。大丈夫？あ、そう、よかったよかった。なんかケアル的な。ありがとう、カラス、来てくれて。いいのよ、キウイ。え、ミーマイもね、ありがとう。ミーマイ、お前シェラを助けた。ありまえだろうが、ついてきたんだな。ありまえだろうが、俺はお前の乗り物じゃないんだぜ。キウイ、キウイ、クス。おい、うん、帝国の奴ら何を狙ってやがるんだ。あの輝くマグナスは一体何だったんだ。その話は後で、うん、まず連中から例のマグナスを取り返さないと、うん、取り返すの。協力して、カラス。ああ、それはいいんだけどさ、協力します。ありがとう。それじゃ早速奴らを追いかけましょう。まずちょっとデッキ構築していいか。 あと宝箱を2つ見ていいか。それじゃ一緒に行こうぜ、シェラ。よし、ミマイ、あなたはどうする？一緒に行こう。カラスと行く？私と行く？キウイ。シェラと行くってよ。おい、カラス聞いてるか？シェラと行くってよ。現金なやつだな。あれだよ、人の善意がわかるんだよ、ミーマイちゃんは。よし、それじゃ行こうぜ。はい。宝箱、宝箱。何これ、モズの彫像？モズの彫像。クロノスブロー。ちょっとあと、ここにも多分あるでしょ、なんか。ロドルフォーのアホ、スカタン、抜け作と書かれたメモが入っている。持っていこうぜ。行くよ。右に行くのかな？あ、ちょっとあの人にもう一回話聞いてみよっか。なんかあるかな？うまく助け出せたみたいね。なんだか外が騒がしくなってきたから気をつけて逃げなさいよ。ちょうどいいから私もこの隙に家に戻っちゃおうかしら。あんな漁師の世話なんてもうまっぴら。目も残すぐらいだもん。この子は何なんだろう。上目猿は。突然出てきた上目猿。何なんだろう。サカサカサカ。セーブしたいな。あったー、ちょうどいいところに。これもしかしてさ、あの人たちって護衛？花に包まれる。シラはレベル上がるかな。祈りを捧げましょう。あ、いけるいける。で、クラスアップもできる。よしよしよし、これでデッキが増えるよね。うん、うんうんうん。ちょっとデッキを増やして、魔法を増やした方がいいかな。5枚増やせるもんね。うん、攻撃か。だったらこっちの方がいいか。バナナ。あ、回復入れとくか。よし、これでいいや。行きましょう。ないよね、この人のは。ちょっと一回話しかけとくか。ないね。ごめんごめんごめん。はい。ごめん、ないでーす。はい。この場所へ戻る。記録する。はい、ここに入れる？入れた。お、ミーマイ、キウイ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 キュキュイ。これは何だろう。お料理のとこだね。やってられっかってんだ。
帝国の連中がこの館に来てからこの方毎日毎日ずっと奴らの食事作りだ。おまけにお代はすべてこっち持ちときた。なんでどういうこと、どういうシステムそれ。え、さすが天下の帝国様だぜ。何の世だか知らないが、さっさと済ませて自分たちの国へお帰り遊ばせってなもんだぜ。本当だね、それは全くその通りだね。参ったわ。どうしよう。あー、チーズだ、チーズだったらあるんだけどな。あー、どうしよう、領主様の大好物のヨーグルトを買い忘れてきちゃうなんて。もうちょっと時間経ちすぎたんだよ。殺される。そうよ、きっと殺されるわ私。どうしよう、チーズあ、でもお気持ちだけもらわれたヨーグルトが欲しいのよ。気持ちだけもらっとくわ。そっか、もらわれちゃった。あら、どこかしら、切らしてしまったのかな、チーズがない。あー、ちょっとちょっと待って、ちょっと待って、ロードしていい、ロードしていい。あ、よかったよかった、ロードしなくてよかった。ヨーグルトはないのよ。あ、この人のとこまた来れるかな。え、これをくれるの、ありがとう。チーズがなくてとっても困っていたのよ。これでメインディッシュが完成しますわ。よかった、すぐに家に帰れて。え、なんかくれないの。うん、なんかくれないのか。まあ、いっか。え、ここら辺にミルクないの。あったら使ってるかなんだよ、もしかしたらこの人の方は何かくれたかもしれない。まあ、いっか、行こう。はい、屋上はこの先みたいだな。これ仕掛けなの。問題はこの妙な仕掛けか。人かと思った、人が入ってるのかと思った。大丈夫、ここに連れてこられた時に開けるところを見たわ。さすが、確かこの辺にスイッチが。スイッチあった、ほら、象のお腹のところにスイッチがあるでしょ。じゃあ一人じゃ抜けられないんだ。同時に押せば開く仕組みよ。はあ、よし、せーので。ああ、押して、共同作業して。ええ、カラスはそっちをお願いね。オッケー、わかった、行くわよ。せーの、はい、ポチッポチッとな。あー、いたいた、上へ急ごう急ごう。